はようございます。2月26日金曜日の東京インフォメーションです。緊急事態宣言を受けて臨時休園が続く都立動物園や水族園で動物たちはどんな生活を送っているのでしょうか。今回は昨日に引き続き臨時休園している多摩動物公園の動物たちのお話を飼育員の方にリモートで伺いました。おはようございます。多摩動物公園で、ライオン、チーター、サーバルを担当している、サッカーと申します。動物たちにコロナの影響、例えばうつるとかそういったことってあるんですかね。ですね、当園ではそのようなことまだないんですけども、海外ではそのような事例が何件かあるというふうには聞いております。まあ、日常の皆さんがやっているような形で、コロナ対策はしております。ご担当の動物の近況をお伺いしたいんですけれども、チーターはですね、休園期間中ですね、1月12日の日にチーターが生まれております。でちょうど今1ヶ月半ぐらい経ったところですね。生まれてからですね、ずっと部屋の中で過ごしてるんですけども、今週からですね、外に出すようにしております。まあ、元気いっぱいというよりはですね、日向日光浴を兼ねているっていうのと、今後公開があるので、その練習で出入りがちゃんとできるようになるかとか、そういうことも含めてやっております。再開したらですね、来園者の方にこんなところを見てもらいたいという、見どころはございますか。チーターについては子供の公開が始まりますので、で子供のチーターってね、子供の時だけついてたてがみがあるので、それ非常に見ものっていうか見どころだと思いますので、あとですね、サーバルもですね、実を言うと11月に来た海外から来た個体がですね、公開されてなくてですね、これもコロナが明けたらですね、初お披露目ということになりますので、見どころたくさんあると思いますので、ぜひご期待していただけたらと思います。東京都トライアル発注認定制度の新年度の募集が始まります。この制度は都内中小企業の新規性の高い優れた新商品や新サービスの普及を支援するため、東京都が新商品やサービスを認定して PR などを行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する制度です。応募できるのは都内に本店または支店を有する中小企業や開業届を出している個人事業者です。認定対象となるのは申請時に販売開始から5年以内の新商品やサービスで、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品またはそれに類するものや肌に塗るもの、建設工事などの工法、技術は除きます。ホームページから申請書をダウンロードして、来月22日月曜日から4月6日火曜日までに産業労働局商工部創業支援課技術振興担当まで郵送でお送りください。詳しくはホームページをご覧ください。都内の中小企業や働く人を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策の申請受付期間などが延長されます。申請受付期間などが延長されるのは、産業労働局が実施している5つの支援事業です。飲食事業者の業態転換支援は、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者がテイクアウトなど新たなサービスを行う際の経費の一部を助成する事業です。中小企業等による感染症対策助成事業は、各業界団体のガイドラインなどに沿った感染対策を行う都内中小企業などに対し、経費の一部を助成する事業です。タクシー事業者向け安全安心確保緊急支援事業と、バス事業者向け安全安心確保緊急支援事業は、感染拡大を防止するため、タクシーやバス業者が実施する乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取り組みを支援する事業です。宿泊施設・非接触型サービス等導入支援事業は、宿泊事業者が3密の回避など、新しい日常への対応に向けて取り組む非接触型サービスの導入などを支援する事業です。いずれの支援事業も申請受付が4月30日金曜日まで、助成対象期間が6月30日水曜日まで延長されます。申請先は支援事業によって異なりますので、詳しくは各ホームページでご確認ください。ここまで東京インフォメーションでした。